お願いします。お願いします。今日はブレイキングダウン7の、前日計量と、記者会見に来てます。ありがとうございます。あれやね。何やった知らんがな。ノッコンが今撮ってくれてるから。ノッコンってやだやで。10万人いったから。10万人の YouTuber に撮らせてる俺らが。縦を送ってきたんじゃん。まだやねん。まだやねん。自慢されんねん、また。ほんまやな。ほんまに。行くわ、また。お願いします。ほんで何これからちょっといろいろね、試合前の展望。あ、そうですね。ちょっと試合前の、人たちが当然ながらたくさんいてるんで、うん、ちょっといろんな人に絡んでいって、うん、あ、いいですね。でちょっとインタビュー的な、はいはい、ちょっとやっていこうかなと思います、はい、まあでもやるかもしれないやつおるからな。あ、確かに、うん、まあ、それはやるときはやるから。そうそうそう、もうそれでいいと思う。それそれで、うん、それそれで撮っていきたいと思います。お前らってそう噛み合ってんの、コンビ的に。いや、噛み合ってるやろ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。レジェンドに。いや、嬉しいな。レジェンドじゃないって。レジェンドすぎるっしょ、俺らさ。いや、俺らからしたらほんまレジェンドです。いや、2人とも試合どうですか？いや、もうほんま今回結構仕上げてきたんで、もう明日めちゃくちゃ自信ありますね。宮島さん、はい、こちらも強敵ですもんね。そうですね。まあ、僕もかなりほんま現役に近い段階でスパリングやってるんで。はい。鼻も怪我してるし。鼻、これ鼻噛みすぎて結構デリケートな、デリケートな噛みすぎたら鼻は、鼻はそうです、滑れまくってるんですよ。宮島さんも結構仕上げてきてると思うんですけど、うん、まあ、明日はちょっと2人盛り上げれるように頑張ります。まあ、2人の試合は普通に煽り出しても面白いと思います。ありがとうございます。一切煽らず、アイディブルの試合期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。また終わったら僕らともコラボしてほしいです。スパリング無理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 、ミクルさんのコラボするの俺やから、ね、ミクルさんコラボやってもらったらええやん。いやいや、なんでボクシングなんですか。僕総格闘家ですけど、叶わないんで。いやいや、締め落とされる。ミクルさんと MMA でやったら死んでまうんで。いや、知らないですよ、僕はすごい手加減うまい。一回でもやってもらいたいですよ。ぜひ、ボクシングやりましょうじゃん。やったー、うお、えぐい。ちょっとこの試合しっかり勝って、はい、はい、しっかりよろしくお願いします。ありがとうございます。明日どうですか。まあ万全な感じで。体調めっちゃ良さそうですね。自信あります。自信あります。あれすまね、ウリタさんにも勝てほしいけど、バンさんも強いからな。ウリタさんめっちゃ練習してるらしい。そう、だってこの前全然ちょっとキックボクシングルールみたいなところが上手かったですね。確かにパワーは僕は確かにあるんですけど、でももう俺はそのパワーに絶対屈しないので、うん、スピードと、あとは今回はどんなブーイングが来ようが自分から行かないで、ちゃんと距離を、うん、自分の距離で戦うと、打ち合っちゃったらパワー負けしちゃうとこもある。確かに、あれ巻き込まれたら結構しんどいと思う。重いもん、結構落としてきてるでしょ、バンさん。ウイタさん、ナチュラルですか。ナチュラルです。ナチュラルより上げてきてるです。細川、喋れよ。え？うなずいてるだけ。うなずいてないやん。いや、もうめちゃくちゃ楽しみにしてないよ、うん、あの因縁から。そっか、ね、インタビューアーがもうあれやからな、ひどいな、やっぱ。で、俺頑張って喋ってるやん。喋るよ。で、古田さんと絡む初めて、二人とも。うん、初めてじゃない。初めてじゃないよ。見ろよ。あ、そっか、あ、せや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 。やったやった。悪いけどカメラマンだろ、今。はいはい、何をしゃしゃってきてる。すいませんすいませんすいません。あれ、ロンコンさん、ウリタさんにめっちゃ弱い。いや、それはもうあり、射程なんで、射程なんで、兄貴なんで、兄貴には逆らえないです。すいません、兄貴すいません。いや、まあ、射程やから、射程やから、はい、よし。ああ、痛めつけといてください。焼き入れといてください。すげえ俺楽しみです、宮島君って。あ、本当ですか。ありがとうございます。明日みんなで揃って勝てるように。まあね、なんかアドバイスありますか。明日ですよ。まあ、でもさっき言ってた通り、本当に距離、自分の距離で戦うっていうのは絶対ウリタさん、技術だった方がいい。お前、兄貴に何偉そうにはお前、アドバイスしてんの。いや、アドバイス兄貴ダメんなよ、お前。兄貴、兄貴こいつほんま、いいっすか、俺言ってもうて。兄貴、東京大会のチャンピオン。はい、お前みたいな社会人仲間で、チンプラ見てるやつが、はい、喋るやつ。いやいや、俺、兄貴の味方してんのに、兄貴。え、それ味方じゃないんだ。味方、こいつも全然喋らんすよ、兄貴。いや、俺もな、頑張っていいねん。なんて言うねんよ。結局こうやって回復しちゃうから自分の爪を伸ばすね。あれ多分ね、いつも空気って言われる。うまかったよ。ただ空気いってる、風切ってる。あ、そうそう、空明日じゃあ頑張ります。はい、そろって勝てるように頑張ってください。
皆さんありがとうございます。また終わったら、なんか、はい、動画撮りましょう。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。もうカリスマ、見ました。ほんまにカリスマ。俺らからしたらカリスマ。あ、そうね、新しく本出されて。そうなんだ、はい、今回。二人にもね、ちょっとお届けさせていただきました。一冊は結構、ね、あ、もう進めて、まあ時間かかるもんなんでね。はい、僕はちょっと今日いただいたんで、うん、まだ読んでまた移動中なんかさ、はい、電話。めっちゃ読みやすいから。あ、そうなんですか。俺のアホでもこれ、ピッピッピッって。ああ、よかったよかった。シンプルやから。ありがとうございます。ぜひまたね、はい、そんな感想も聞かせてもらえたら嬉しいです。はい、どうですか。そうね、俺はなんかだ、戦うとかにもともと緊張しなかったり、うん、試合に向けて準備ってあんまりしないんだけど、うん、今回その減量ってのは9キロぐらい落としてて、うん、初めてですか、ね、初めて人生でその、うん、今日ももちろん水抜きってのやってから来たんだけど、うん、体験して、うん、きつかったけど、いざ仕上がってみたらめちゃめちゃ体もいい状態で今めっちゃ元気になるっすよね。また脱いだの見てもらうと分かるんだけど、うん、腹めっちゃなくなってても割れてんだよね今度。浴びました、あ、そうなんだ、あ、そうだいぶ良くなってて、むしろスピードが分かるよね、はい、プロだからスピード上がる、スピードがめちゃ、ね、めちゃ上がってて、だパンチとかめっちゃ速くなってて、ちょっと減量した方がいいですよね、やっぱり。そうだから、それ俺知らなくて、前回優子さんの時は普通にポテッとした腹のままやってたんだけど、パワーすごかったけどね。そうだ、今回はそれをこう絞ってやるんで。書いてましたもんね、インスタにも。最速。そう、最速で鋭さが半端なくて、うん、だからそれがちょっと逆に自分でも楽しみというか、変な話、ノーガードでもいいぐらいの勢いで倒しきるってことだけを考えていこうかなと思ってます。いや、楽しみなカードですね、はい。まあ、ウリタさんのことも大好きやからな、ね、俺ら。そうだよね、みんなね、みんなお世話になってるからね。いろんな思いが多分見る方たちなりの思いもあるだろうし、戦ってる本人たちもいろんな思いがあるし、ファイブからやもんね。そうなんですよ、そうなんだよ、そうなんだよ。一緒の時からかな。あ、そうです、ね、あ、そうですね、そっからなんだよ。純一久しぶりから、ね、そう、あそっからの7ヶ月、8ヶ月ほど経ったんだよ。それに、そうなんですよ。いよいよ決着がつくと思ったら、なんか寂しくもありますね。うん、なんか、そうだね。自分でもそう思う気持ちがちょっとあるよ。いや、まあ、どっちが勝っても、ね、うん、はい、試合期待してます。そうだね。はい、まあ、またでも終わったら、ぜひね。いよいよやりますか。なんかいいですか。やっちゃいますか。はい、スパーリング。スパーリングはやっぱ一番定番、ボクシングスパーリングかな。ボクシングスパーリング一番面白いかな。面白いと思う。うん、どんなものなのか見てもらって。ああ、結構悪くないと思いますよ。いや、でも前の試合見る感じすごかった、ね。結構いいボクシングできるかもしれないんで、ぜひそこを見てください。ぜひぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。喧嘩バトルロイヤルで。あ、そうだ、今度遊び。そうだ、あ、同じですね。まだ見に来たことないよね。あ、ないですね。あれ、まだ、あ、そう。そうです、僕らの弟分のユウとありがとうゴルバチョフが、はいはい、やってるんだね。出るんで、はいはい、今それあの本戦決まったら勝ち進んだよ、ね、はい、僕らもぜひセコンドで行きます。あ、はい、ぜひぜひ、ちょっといろいろ盛り上げて、はい、盛り上げてもらえたらなと思うんで、はい、解説でも何でもする。ああ、ぜひよろしく、はい、よろしくお願いします、はい、解説してくれるってよ。何でもします。はい、滑舌悪いけど大丈夫ですか。あのマネージャーがあの喧嘩バトルのプロデューサーなんで、はい、ゴルバチョフのことお願いします。はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、信原空です。はい、信原空です。俺の弟分やったのに、いやいつの間にか、まあ、心が複雑ですね。海君、海君と、まあ、宮島さんにもね、お世話になって、もう。そうです。いや、まあでもね、いいや、そう、し、なんか、兄貴兄同士の戦いっていう。どう？いやー、ちょ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 、アニメ、ほっと頑張って喋って、拾ったって。なんだ、その流れ。どう？どう？じゃあ、空に話してみたい。主役はそうやからな。そうそう。いやー、そうですね、今回ちょっと複雑ですね、心が。ああ、僕と宮島さんの試合に。そうですね、一番最初、もう5の時に山本さんにめちゃくちゃよくしてもらって、その後も大阪で結構遊ばせてもらって。いやいや、そら可愛いから。ほんで俺の今師匠ねんけど、藤原さんが今見ていて、あーな、市政治も言ってんのにな。どう、ボクシングの方。ボクシングめっちゃ楽しいです。楽しい、めっちゃ楽しいです。強なった、だいぶ。そうですね、打撃上手くなりました。自信ある、言ってたもん。はい、今回はマジでやります。で、藤原さんからもいろいろアドバイスもらって、うん、藤原さん教え方めっちゃ上手いから、ほんまにうまい。宮島さんも一緒に行ってたらしいね。行きました。あ、でも積み込みで一緒に合宿してた。あ、です、はい、今聞いといた方がええんちゃう、なんか。あ、ほんま。いや、もうちょっとここ宮島さんの癖みたいな聞いといた方がええんちゃう。あまり。そうやな。そうですね、言いたくない。言いたくないし、俺も聞きたくないし。そうまあでも宮島さんそんなに仕上げてきてる。いや、あかん、聞いとけて、聞いとけて、聞いとけて、マジでやらしおっさんやねん、お前。1個だけいいじゃん。今からタックルしてもいいですか。3対1やったら勝てんじゃん。なんで勝てない。3対1やん。そらはじゃあ今回結構ボクシングしたい戦うんですよ。あ、でも蹴りも全然あると思います。蹴りもだいぶ仕上げてきたんで。萩川さんボクシング出身やもんな。
あ、そうなんや、うん、まあ、向こうが多分ボクシングできたらこっちもボクシングだ、インターハイ、インターハイ、あ、そうなんや、そんな実力者なんや、そうや、いや、空の試合も楽しみやな、みんな思うから、俺と多分宮島さんの試合はちょっと複雑やと思うけど、まあ、そうですね、応援しとって、てか、階級で一番強いんじゃないですか、山本さん、いやいや、そんなことない、いや、そんなことないやろ、まあ、証明せよ、おい俺が言うからノッコンさん言わない、ごめんごめん、そんなことないけど、まあ、それを証明したくて、ブレイキングダウン出てるのもあるから、まあ、ちょっとね、それを最強証明するようにできるように、ま、え、てか、でも階級一緒なんじゃん、この3人って、あ、まあ近いところはあるっすかね、僕が一番ちっちゃいかもしれない、そうです、え、ほんなら信原君と戦うこともあるかもしれないこと、いや、空とはやらんすね、いや、でもチャンピオンになったら山本さんがチャンピオンになったら、そこをやっぱ、あ、みんなやっぱり狙いに行こうか、そりゃもうその時はその時や、まあそうやな、誰が誰が、そうや、俺が宮島君に勝って、空が師匠兄貴、そうです、ね、兄貴の敵取るみたいなストーリーはあるよ、ストーリーもあるし、分かれへん、空とは戦いたくないな、でも空君がもし勝ったら敬語逆になるってことやな、どういうこと、高弘が敬語使わなあかんやん、まあ、空に、まあ、うん、そういうことなんだ、ブレイキングダウンやな、でも、うん、もう帰ってよかないな、ほんまに住み込みで、スターガイドや、また終わったらさ、大阪で遊ぼうや、あ、よろしくお願いします、スパリング、スパリング、スパリング、あ、どこどこ取りたいの、火曜日から、来週は火曜日からアメリカ行くことになって、アメリカ行くん、カイさんと武者修行に、おお、すごい、向こうの総合格闘技、え、どれぐらい行くん、1ヶ月、あ、マジ、1週間、もうこれ終わって、帰ってきてから次の次の日に行くぐらい、やばいな、やばいです、マジやばいです、絶対負けられないし、怪我もできへん、ゆくゆくはどうなりたい、ゆくゆくはそうですね、トップファイターになりたいです、UFC ファイター、UFC でも、もう行けるとこまで行きたいです、うん、まあ、ただ強くなりたいって、ただそれだけ、嬉しいな、でもな、まあ、明日はちょっと歌ってやと思うけど、そうですね、はい、まあ、そら絶対勝つことは願ってるわ、俺ども、どちらとも応援します、ありがとうございます、俺は終わったら、俺は、そら君、俺は、そら君、俺は、あ、ノッコさんとこ おります、うん、目の前や、見一番見えるやろ、え、明日カメラマンでしょ、なんてやねん、頑張るわ俺もおじちゃん同士頑張んねん俺らは、え、ノッコ、ノッコさんってクリームパンナちゃんみたいな誰が手パンパンやねん何やこいつら、何やこいつら、グーしてる手が、何やこいつら、早くもう切ったろかも、まあでもそんな感じで明日俺も海洋券使わせてもらおう、あ、わかりました、ガチガチで行ってください、あ、はい、任しちゃって、じゃあ放送締めで終わり、ナイス、雑お疲れ様です、キングくんでかでかっ、普通に立ってもめっちゃでかい、江戸ボロキングちょっと あれやな、ちょっと喋り行きたいなあかんな、いやいや、仲良し恋したくないんで、ノッコンの喋りたくないだけやんな、そうそうや、俺らとは仲良しだもんな、はい、一緒に飯食ってやることないしな、そうノッコンのこと嫌いなだけ、あ、そういうことか、あ、それだけか、そうそうそう、いつもめっちゃ陽気に喋ってくれるのな、ね、笑顔で、はい、ノッコンさん何かしたん、いやいや、エドボロキングはやっぱり同じ階級でやるやな、あー、ちょっと仲、俺ら仲悪い、はい、敵視して、そうですね、まあいずれ食ったろうと思ってるんで、あれ、今度終わったらあれやりましょう、ボクシング、あ、やりましょう、教えたろう、お願いしますいやでも、やばいな、これこの膝とか余裕で届くやろ、まあそうですね、ポロちょっと一回顔面ちょっと一回狙ったって顔面膝、うわーい怖っ、いやしかもあれお腹ぐらいの距離やで、え、お腹ぐらいの距離やで、え、お腹ぐらいの距離、今どういうこと、お腹ぐらいの距離がここやって言うことを言うてるやん、どういうこと、お腹の距離やで、うーい、届くから今の言っとったら死んどった、いやいや、そうだよ、お前ら江戸プロキングの間挟み何してんの間挟んでっかいです、おい、あれどう、ブレイキングダウン出て乳首を触るな、まあ、モテて知らないですモテんの、やっぱりモテて知らないです、おー、まあ、行かないですけどね、行かないですよ、送ってない、なシャイやもんね、いやいや、シャイじゃないですけど、童貞やろ、いやいや、エドボロキングって下もキングなん、やっぱりまあそうですね、一緒や、いやいや、ちょっと一瞬ちょっとカメラ外すから、ちょっと一回、いや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 、めちゃくちゃやな、めちゃくちゃや、明日頑張ろう、頑張りましょう、ありがとうございます、まだ、ありがとうございます、お二人それチャンネルやってますよね、それはこれ、はい、あ、そうそう、それはこれか、はい、お願いします、お願いします、おー、養生テンポ、養生テンポ、マシャマシャいいよ、これあそこにいるな、パパパパ
3人で M1 出ます今年。あ、いいんですか。はい、どうします、ちょっとやっぱ名古屋とかで出ますか、間を取って。なんで大阪はお笑いに厳しいでしょ。あ、確かに。で、東京は東京で目超えてるファンがいるから。俺ら1回戦突破したで。え、いつ2人、2021年、2人で、2人で突破した、突破した。え、すごい。2回戦もバリ滑った、バリ滑った。いや、滑ったはない、レベル高すぎた、滑ってた。ひとふさもちょっと見たいんですよ。あ、確かに確かに、ちょっと見たいな、もらいたい、ちょっと一瞬、はい、どうも、はい、どうも、から、はい、どうも、高森です。僕たちボクシングのコンビで、はい、元チャンピオンのコンビでね、やってます。最近煽り運転とかもうあかんやろ、でもなあ、もうあかんやろ、もうあかんやろ、当てる、煽り子運転噛んでるし、絶対あかんやろ。でも一回戦飛ばしてんね、おっさん。結構受けてたよな。お、受け取ったよ。お前もおっさんやん。同い年、ホッソンさんって呼んでいいですか。うん、ホッソン、ホッソンさん、ホッソンでいいよ、ホッソン、ホッソン、塗り棒で呼ぶし、あるだった、俺高広でいい、高広さん、いや、高広でいい、高広、この動画の終着点これ分からんねんけど、確かに俺も分からん。とりあえず3人出ますわ。あ、出るね。順々ぐらいまで行きましょうよ、マジで。いや、ほんま一旦優勝でしょ、目指すわ。で、さすがに西の人間だから、ツッコミお願いします、うん、俺ボケたいんで。俺ツッコミ、あ、でも多分ツッコミできないんで、どっちもできる、あ、じゃあ、どっちもできる、分かった、俺がボケる、で、ツッコむけど噛んでるから、噛んでるやん、これでいこう。あ、それでいこう、うん、それでいける、一回やってみてよ、一回やってみてよ、一回やってみて、一回やってみて、はい、どうもー、塗り棒&高堀です。よろしくお願いします。いやー、寒いですね。今日は寒いですね。寒いですよ、本当にね。夏みたいだけど、いける？いや、いけないですよ、寒くて。あ、やべ、ボケが思いつきません。すいません。ボケが思いつかない、すいません。解散で。解散。お疲れ様でした。お疲れ様でした。塗り棒、ちょっとボクシング慣れたんやろ。そうですね。だから、細に一回ちょっと。バスでもやった。バス、うん、一応試合。え、サウスポー。サウスポー。じゃあ俺もサウスポーならいいか。どうせだ。じゃああなたがさ、あ、待って。あなたじゃん、そのオーソドックス。で、俺は右利きなんでこっち。あ、はいはい、なるほど。はい、で、マスで。マス。はい。マス。はい。やめていいよ。いいよ。来ていいっす。おお。来い。あ、やってんだ。ああ声がでかい。声でかあと器もね。前日記者会見行ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろんな人となんかいろいろこう取れてよかったな。そうやし、やっぱ注目度がな、すごいな。うん、ミクルさんもコラボしてくれるって言ってたし、楽しみやな。いや、ほんまにすごいわ、うん、とりあえず明日の試合やな。明日試合2人でやっぱ出てる中でもう一番本物にしたろうっていうのは思ってます。2人で出んの5回大会以来やもんな、うん、明日は2人でやったかと。絶対にやってあります。今日の発送会見、うん、なんか歯切れ悪かったな。歯切れってどういう歯切れ。いや、なんか言ってることもちょっと正直よくわからんかったし、うん、いつもや。いや、そうやねんけど、なんか喋っててさ、なんか全部出し切りますみたいな、この前出せなかったんでって言って、うん、ポンってマイク置いたやろ。まあ、ブレイキングダウンもこれからまたね、レベルの高い、めちゃめちゃレベル上がってると思うんで、ね、ここでちょっとほんまに実力をめちゃめちゃ見せたいと思います。まあ、前回見せれなかったんで。ありがとうございます。続いて坂田選手をね。どこで終わっとんねんと思って。言うてくれよ、さっき。え、さっき言うてくれよ。さっき言うタイムかかってたから思ったんや。そんなさっき言うとくもんじゃないもん。ちゃう、うん、高弘はね、やっぱ相手をなんか認めて、やっぱ誠意を持って。平島さんは今日までの努力は認める言ってたからね。まあ、認めない。絶対、いや、絶対に無駄じゃない。無駄じゃない。それもよくわからないよね、よく考えて。そんなことないやん。無駄じゃない。無駄じゃないでしょって。でも明日は俺が勝ちます。でもここまでやってきたことにそれは無意味じゃないよって、うん、明日俺がやるから。なんかケツ吹き忘れてない、ちょっとだけ残ってるやつを。何の話。分かんないよ。寝ようか。もう寝る。寝よう。だから明日に備えてな。うん、寝よう。今日はもうあかんね。ゆっくり寝よう。今日はもうあかんね。もう分かった。先入って。この細枕どっちがいい。こっちや。いつも部屋で決まってんで。腕枕でいくからな。じゃあ、次。
おやすみなさい。おやすみなさい。なんで俺がなんか言ってる側だ。